軍。軍は行政区画の一種。中国、日本、朝鮮などの漢字文化圏に導入されたものである。なお、欧米などの行政区画の一部を日本語に翻訳する、時に、訳語としてこの語を当てることがある、カウンティも参照。古代の軍は、律令制の行政区画で、国、イコール領政国の下に置かれた。日本初期は、大化の改新の時に、 軍、氷が成立したと記しているが、当時は、実際には、兵、氷と書いていた。大法律令の成立の時に、軍が設置され、かつての国の宮津子などが軍事となって管轄した。軍には、軍がが置かれ、反電や、調税の管理に、重要な任務を果たし、律令制度下の中央集権的行政の末端に、位置した。 演技式では五百九十一軍があったとされる。国の下に軍を置き、軍の元を五十個一義の里に編成した。七世紀後半から、国、郡里の体制が見られ、七百一大法令で、国軍里制が成立。七百十七五路から七百四十までは、軍の下に里、里の下に里が置かれ、国軍協理の編成となり、その後は、国軍協となった。 強理性はそれまでの里を里と解消し、その下に下級の単位として新設した2から3の里を置いたものである。これと連動して、都の編成も従来の都を合湖、合個の2段階とし、石町を通じて本願地での人民把握の強化を図った。しかし本来流動的な人工動態を固定化する制度には限界があり、739末頃には、 里が廃止され、国軍協の三段階制となった。軍は、里の数によって、王、上、中、下、小の五等級に分かれていた。南伊勢の渡来表は、神軍という形で、半ば自立的な行政単位であった。しかし十世紀には、筆頭国士である、受領の権力強化などにより、軍の機能は低下し始めた。十一世紀には、 荘園が一園領域化して、国家の支配から自立し、軍の管轄からも外れていった。国家の側も残された工業を再編成し、下部に里を組織した軍から国河に直結した、軍、里、保、院、城、別名などの並立体制となった。これに伴い、旧来の在地豪族の系譜を引く、軍事層は、急速に没落した。没落した、軍事層の多くが、 国外に禁止し、財町官人となった。財町官人には他に受領が引き連れてきた、実務官僚などが加わり、新たに再編された、軍事、合志、安氏などの管理者として任命された。また、受領自体が、任期中に、資料を獲得したり、在地豪族に入り埋こしたりして土着化し、指定が財町官人化するケースも見られる。やがて、これら財町官人は武士化していった。 鎌倉時代になると、国内に並列する荘園、軍、里、保などは、管理者である、総司、軍事司、郷子、安志らの多くがご家人となり、自頭に任命され、武士たちの基礎的な領地の単位となった。戦国時代には、戦国、大名らの地域権力が、両国拡大を行い、本国、文国の領域支配の一環として、 支配領域を古代以来の国軍制とは異なる独自の支配領域区分である軍単位で分割し、各軍ごとに軍隊を配置した。相模区なし李北条氏においては、軍単位でくじふかを行った軍隊支配を展開し、やがてこれは軍隊支配を引き継いだ市場制へと完成していくことが指摘される。一方で、戦国大名の領域支配は本国、 文国の歴史的経緯や両国化時期の際、自律的な国衆の存在などにより一様ではなく、多様性があり、必ずしも軍隊、市場性支配により均一な支配でなかったも、指摘されている。江戸時代の幕藩体制下において、江戸幕府や各藩では、地方の統治に際して、軍隊や軍部業といった役職を置くことがあった。幕府の軍隊は、広域の幕府領、 天領を管轄する役職であって、その管轄範囲は歴史的地域区分としての軍よりも広い。諸藩ではそれぞれ独自の地方区分を設けている場合もある。例えば南部藩の通り、熊本藩の手長など。明治初年において軍は地理的区分に止まっていた。1878年に制定された軍区町村編成法。 明治11年大上官布告第17号によって行政区画としての軍が復活した施工時は一律ではなく、府県ごとに異なる。同法は、府県の下に軍を置き、長として軍長を任命することを定めた。この時に大きな軍を分割したり、小さな軍同士を合併したりした。例えば、青森県の北軍は、上北軍と下北軍に分割された。 この制度下の軍は自治体ではなく、軍長以下は中央政府から派遣された官僚であった。軍の役人が勤務する役所を軍役所といった。1890年に軍政明治23年法律第36号が交付された。軍は府県と町村の中間の地方公共団体として規定され、議決機関として軍会。 軍会議員は公選と軍参事会が置かれた。1896年には沖縄県の軍編成に関する県、明治29年直令第13号が施行され、軍が置かれていなかった沖縄県にも新たに軍が編成された。それまでは紛りという行政区分が置かれていた。九百十五年には当時外地であったカラフトでもない地に準じた軍の編成が行われているが、 軍会は設けられず自治体としての性格は持たなかった。1921年には軍政廃止法が交付されて1923年に軍会が廃止され、また1926年に軍長と軍役所が廃止されると軍は再び単なる地理的区分になった。戦時中の1942年には内務省告示によって北海道以外のすべての府県に 府県の出先機関として、地方事務所が設置された。地方事務所は原則として軍を単位にして設置されていたため、事実上、軍役所が復活した形となった。戦後の1947年施行の地方自治法では、地方事務所、市長などの都道府県の出先機関は、各都道府県が条例によって設置、廃止することができるようになり、 地方事務所を廃止した県や、区割りを変更した県、振興局や県民局などと称した出先機関を設置した県もある。現在の軍は、住所表記や広域連合体、広域行政権の範囲、都道府県議会選局の区割りなどに用いられるに止まる。そのため、それ以上の積極的な意義は薄い。軍の配置文号は、都道府県知事が権限を持ち、 都道府県の議会の議決を経て定め、総務大臣に届け出ることとなっている、地方自治法第259条。明治以降の軍に、市役は属さない。そのため、町村に姿勢が施行されると、その範囲は、軍域から除かれる。はじめのうち市の範囲は、純粋に、都市部に限られており、支部と軍部は市外化された地域とそうでない地域に、対応していた。 しかし後に合併によって市町村の面積が広がると、市も広い農産漁村部を抱え込むようになり、軍との区別の意義は薄れた。こうなっても市が軍から除かれることに変わりなかったため、市の増加、拡大に伴い多くの軍が消滅した。平成の市町村合併では、合併でできた市が明治時代の軍に相当する面積を持つことも珍しくない。岐阜県郡上軍が郡上市に 宮城県栗原郡が栗原市にといった具合である。また、宮城県登米市、滋賀県高島市など、明治時代の軍を完全に含む市が誕生した。新潟県佐渡市は佐渡郡の全域を含み、両政国の佐渡国の全域にあたる。長崎県壱岐市も壱岐郡の全域を含み、壱岐国の全域にあたる。長崎県津島市に至っては津島国の全域であり、上谷が郡。 下阿がた軍の二軍を完全に包括している。変遷を経た上でも、地域の除去を考慮しなければ、奈良時代の名称特域をほぼそのまま継承している、軍が少なからずある。しかし、江戸時代までに再編や解消を経たところもあり、明治初期にはさらに多くの軍が変更を受けた。いわゆる平成の大合併の影響で、軍や軍に属する、町村は激減の一途をたどっている。 岡山県加賀郡2004年、石川県放水群2005年、福井県三方上中郡2005年、北海道二見郡2005年、北海道日高郡2006年などの軍が稀に新設されているが、軍境を越えた町村合併の際に合併後の人口が消滅条件に満たないための措置と考えられ、軍に属する町村の減少例の一つに過ぎない。かつて、 群馬県には東村が5村存在し、いずれも東村もしくは東村と読むため、所属の軍を付して故障し区別する慣習があった。いわゆる昭和の大合併と平成の大合併を経た、現在では県内全ての東村は廃止され、県内において軍により区別する意義は極めて希薄となった。なお、東京都の島諸部の拡張村は軍に属していない。 中国の歴史的な軍は、県と呼ばれる地域の中核都市を中心とした行政区画を複数まとめて管轄する上位の行政区画である。軍は軍の長官である軍隊主によって統治された。また、軍を複数まとめて管轄するのが州である。後世中国と呼ばれるようになる地域の原型を形作った古代の甲賀流域中原地域や、 この地域から強い文化的影響を受けた周辺地域は都市国家の世界であった。人々は半畜と呼ばれる土を突き固める技法で作られた城壁で防御された都市的な集落で生活を営み、やがて強力な大都市が周囲の弱小都市を従えるネットワーク上の国家を形成していった。こうした国家を国、ただし、寛大以降、関初代皇帝、 流法の引きにより、国と呼ぶようになると呼び、これらの諸法を呪術的、軍事的に威圧して、名手的に振る舞ったのが、将や州といった国であり、またその君主の王たちであった。その後、強力な国は、弱小な国を屈服させて支配域を拡大していったが、当初は中核になる、都市国家内部の属的結合や、その中の指導的立場にあって、 戦車を買って弓矢と矛で戦い、軍事力の主力となった死、大部といった属長層、都市貴族層が国の軍事力維持のために重要であったため、その内部の共同体構造は温存された。しかし、鉄器が大量生産された農具に用いられるようになり、農耕地が爆発的に拡大するようになった戦国時代になると、 諸法の構造は支配下の都市のネットワークから領域的な性格が色濃くなるかを見せ、軍事的にも農民を徴用した不評の大集団が戦力の主体となるに至った。こうなると、もはや支配下の諸都市の伝統的共同体構造の維持は重要ではなくなり、地方の中核都市は自治権を取り上げられ、中央から派遣された役人に支配される単なる行政区画となる。 これを剣と呼ぶ。さらに、いくつかの剣を取りまとめて、軍事警察的に把握し続けるための軍管区が設定され、これを軍と呼んだ。この体制は、軍権制と呼ばれ、天下を統一した、始皇帝の旗の下、旗に征服された、全領域に施行されるに至った。外国や異民族と境界を接触している軍を、偏軍といい、それ以外の軍。 中国の本土の国内の軍を内軍といった。編軍は、それぞれごとに詳細な事情や度合いなどは様々に、異なるが、中国系の移民と先住民である移民族が混在する地域であった。大使が、問い、軍事担当官を兼任する内軍に対し、編軍では、大使と別に複数の問いが置かれて、域内を分割統治するなど事実上の軍事配体制であり、 元軍はおおむね植民地的な存在であった。かんでは、封建的な国を復活させたものの、基本的には、旗の軍権制を踏襲したが、軍国勢、後に天下を十三の州に分け、軍は州に所属するようになった。南北朝時代に、州は細分されるようになり、州を軍に分ける意味が薄弱になった。隋の海洋年間に軍を廃止した。その後、 幼代と唐の幻想の時に一時的に州を軍に改名したことがあったが、基本的に軍という行政区分は存在しなくなった。統一白木時代の757年に、慶徳王は軍や県の固有語や、その意訳由来の漢字表記を改め、刑事を選んで、官風に漢字二文字の名前に変更した。高麗時代には、州、府、軍、県が置かれた。 李氏朝鮮時代に置かれた地方行政機関の一つとして、府、牧、大都合府、都合府、県と共に軍があった。軍の長官は軍主である。1895年に、これらの複雑な地方行政機関は軍に一本化された。日本統治時代の行政区画では、都市部分は、府、農村部分は、軍となった。軍には、軍主が置かれた。 1914年に地方行政区画である軍や面の大規模な改変、軍面統合が実施され、軍が統廃合された。1931年には有名性が施行され、軍の中の人口の多い地域が有となった。現在の大韓民国の軍は、公選主張である軍主と軍議会を持つ基礎自治体である。大韓民国は、 1945年8月15日時点の朝鮮総督府による地方行政制度を引き継いだ。1961年の5.16軍事クーデター後10月1日に施行された地方自治に関する臨時措置法により従来の有名に代わって軍が基礎自治体に位置づけられたが地方自治そのものは停止された。経済成長や それに伴う人口の集中などにより、優が死に昇格して軍から離脱することも多くなった。これによる飛び地の発生などによって、行政区画としての軍の一体性の低下も見られるように言った。また、韓国の民主化によって、地方自治が復活し、1990年代初頭に軍主や軍議会議員の選挙が行われるようになると、軍の機能や形態が課題になるようになった。 1995年に地方制度の改革が行われた。これにより、道と同格の広域市に軍が含まれるようになった。また、都市部と農村部を複合させた形態の市が定められ、その複合形態市、一度軍から分離した市とかつての軍が再統合したり、一つの軍がそのまま市に昇格したりもしている。このため、軍の数は少なくなっている。 朝鮮民主主義人民共和国では、軍の下に置かれていた、府、有、面を廃止し、軍人民委員会を基礎行政機関とした。1952年に大規模な軍の改編が実施され、従来の軍よりも小さな範囲に分割された。その後、軍から死に昇格した例もあるが、現在も大半の行政区画は、軍と呼ばれている。日本統治時代の台湾では、 1920年から1945年まで、行政区画として軍が置かれ、軍の下には町、省が置かれた。軍の長官は軍主である。中央直轄市の下の市街地区は、軍、区安と呼ばれるが、日本語では、通常、区と訳される、例、一区、単純区。欧米など非漢事語県の行政区画の一部を、日本語に翻訳するときに、 訳語としてこの語を当てることがある。カウンティも参照。なお、漢字圏の群は英語では通常以下のように訳される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。